皆さん、こんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さん、こんにちは、だぜ、ゆっくりマリサだぜ。今日は犬山城を紹介するよ。早速行ってみようぜ。富士見模型の1300のプラモデルを使うよ。今回はジオラマ再現で行くんだぜ。中身はどうかな？どうやら天守閣最上階はシールで外観を出すみたいだな。それではつまらないので、石屋模型店さんのエッチングパーツの出番になるよ。だけど、これがめちゃくちゃ大変なんだぜ。指南書によると窓になる穴開けて、その窓にエッチングパーツをはめるんだよ。穴開けて、ミリ単位の寸法合わせだろ。鬼の作業だな。うん、鬼だよ。クレオスの平棒やすり3ミリ幅を使ったけど、微妙に大きめの窓が開いてしまったよ。開けてしまったら仕方ない。微妙に大きいので、隙間は塗料でごまかせないかと思ってしまいました。うつ主はすぐそういう発想をする。仕事でもそういったことがないようにするんだぜ。さっきの画像で、黄色の何かがついていたけど、あれはポリパテだよ。あまりにも穴開けの数が多いので、力が入りすぎてしまったようだな。慎重な作業では力任せは絶対にダメですね。穴開けも終わり、下地塗装に入るよ。タミヤの白サフを使ったよ。ちなみにタミヤのサフは1500番とか番手はないんだぜ。さっと仮組みで確かめるよ。パーツの換合もまずまずだな。少し矯正が必要だけどな。これは周り円なんだけど、プラパーツの高欄は使わないから、差し込み穴を1ミリプラ棒で埋めちゃうよ。おお、高欄だけでもエッチングパーツでないとな。穴開け作業が終わったので、この辺で少しテンション上がってくるな。これは、付属の最上階のシールを内側に流用したよ。扉の内側にも柱とか見えるようにしたんだな。最上階もエッチングパーツで凹凸があるとすごく感じが出てくるんだぜ。今度は、下見板張りなどの塗装だよ。黒は一切使わず、アクリルガッシュの蛍光色と白色を混ぜてみたぜ。白漆喰には白だけでなく、トノコ色とニュートラルグレーを混ぜて、ムラを出したよ。各パーツが揃ってきたな。多分、ここまで来るのに延べ20時間はかかったよ。白プラモで大変なのは、石垣のユーター掘りも大変だけど、窓開けが一番大変だと痛感したぜ。ここで、塗装した外開き窓と突き上げとも取り付けたよ。やはり穴開けでばらつきが出てしまったな。正直ウプ主も、模型をここ2年でハマったけど、この辺が限界だと感じてしまったよ。まだまだだろ。面白いのは変わりないからな。やっとこさ、屋根の塗装に入るよ。タルキもちゃんと塗装するんだぜ。うん、下出るカラーのコーラックスホワイトをタルキ塗装のために買ってきたよ。だけど、少しグレーもあるためか、あまり強調できなかったよ。白を強調して輪郭をはっきりさせたいなら、エナメル白をタルキ塗装に使うといいぜ。さ、やっと今度は石垣塗装だよ。富士見模型の白プラモの石垣モールドはくっきりしているから、ほじほじは不要だぜ。今回の手順はニュートラルグレーで下地塗装、ブラウンで墨入れ、トノコ色でドライブラシ、さらに石垣一つ一つをトノコ色と、ニュートラルグレーとミキシングホワイトを混ぜながら、塗装していくよ。最後にウォッシングとまた墨入れだな。今度は、プラモの付属の土台を使わないで、まず下敷きを製作するよ。100均の MDF 材では物足りないから、ポリカーボネート板を取り寄せたぜ。ポリカー板なのはスモークが入っているからだよ。これは石屋模型店さんの指南書にある1300の犬山城の地形図だぜ。ここにスチレンボード厚さ5センチを使って地形を切り取っていくよ。下段を切り取ったら、型紙の上段を切り取るんだぜ。ちなみに犬山城の丘の高さは88メートルもあるから、1300で完全再現だと丘の高さは30センチにもなってしまうよ。それでわざわざスモークのポリカー板を用意して奥行きを出そうとしたんだな。実はこれらはお手本があって、島みつるさんのプロの模型がお手本になっているよ。なんだモノマネか。オマージュだよ、オマージュ。モノは異様だな。わら。100均石粉粘土で造形して、タミヤのテキスチャーペイントで地面を塗装したよ。リアルサンドもまばらに巻いたな。
地面もスチレンボードの表面をそのまま活かしたんだな。雰囲気出てればいいんだけどね。これはこれで、ありじゃないか？崖側はウェザリングペーストを塗っておいてみたよ。乾燥してくると白っぽくなってくるんだぜ。植林は大変なので、出来合いのものを調達したよ。中の3つは加藤のギガプランツだな。先に芝生を巻いておくよ。だんだん形になってきたな。崖はギガプランツで埋め尽くすからね。おお、バッチリと風景が出てきたんだぜ。最後は高さのある木を植えていくんだけど、ウッドランド製、加藤輸入の天然素材樹木がすごくリアリティあるよ。これはウプ主が以前紹介した、オランダドライフラワーを使ったものだと思うのぜ。完成したね。それではここで、犬山城プチ歴史と行くんだぜ。待ってました。犬山城は小ぶりな城ながら、三英傑が争い奪い合った城なんだぜ。そうなんだね。最初の築城は織田信長の叔父、織田信康によって築城されたぜ。お城にしては、先駆けは新しい方なのかな？その後、信康の子の織田信清が城主となるが、この信清が信長に反抗したため、攻められ落城。信長の家臣で父兄弟の池田恒興が入城するんだ。まずは信長が犬山城を攻め取ったのね。次は、かの小牧長久手の戦いだ。秀吉 VS 織田信勝、家康の争いね。小牧長久手の戦いは実は当時日本を二分したと言われているんだ。そうなんだ。秀吉側についたと言われるのは、前田利家、上杉景勝、毛利輝元らがいたんだ。その自説の利害関係なのかな。一方、信勝と家康側には、北条氏直、さっさなりまさ、佐竹義重、長宗我部元力がついていたと言われている。当時の大大名のほとんどを巻き込んでいたんだね。また、当時信長の父兄弟の池田恒興は美濃領国としており、信勝側につくと見られていたが、秀吉側についたんだ。家康らはここに誤算があったのかな？小牧長久手の戦いの口火は、信勝が秀吉よりの家老三人を殺害したことによる。信勝陣営は伊勢が戦場となると想定し、布陣するんだね。この時、犬山城主で信勝の家臣、中川貞成は伊勢に布陣しているんだ。だが、ここで池田恒興が秀吉側につき、城主不在の犬山城を攻め落としたんだ。この時、後ろ堅固の城と言われる犬山城の背後、木曽川側から攻め上ったと言われているぜ。それはすごかったんだね。この後、秀吉が入城し、小牧長久手の戦いへと繋がっていくんだ。そうだったんだね。その後の関ヶ原の戦いの前哨戦でも、犬山城は東軍が西軍から奪うんだ。それだけ、激戦地で重要拠点だったことを物語っているね。ああ、間違いないんだぜ。今日もお城築城動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。誠にありがとうございますなんだぜ。よろしければ、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあ、